です。竹野一郎です。仕事の実践力や自己スキルアップのための一郎です。今日は2015年の9月の30日の水曜日ですね。今日の晩、今日ですね、ガンバが、ACL、甲州交代ですかね、とやるんで、ちょっと深夜に、録画、地上波で録画するらしいんで、それをちょっとゆっくり見ようかなと思ってるんですけど、まあ、今日はそれを言いたかったわけじゃなしに、まあ、結果はね、また明日なんかコメントしたいと思うんですけど、今日の新聞で、やっぱり火星人はいるみたいな感じで書いてるんですけど、これ何に書いてるかというと、前まで NASA の、調査で火星に水があったんちゃうかっていうのが、出たんですけど、実は未だに流れてるらしいですね。現在も水が流れてることが分かったらしいです。ってことは、まあ、火星人まではいなくても、その知的生命体的な、ただ生物は全然いる可能性あるんですよ、水があればね。ただ水がなんかどっから流れてるかっていうのは分からないらしいんですけど、完璧その表面に水が流れてる証拠を見つけたらしいんで、考えたら夢広がりますよね。まさか火星とかに近いところにね、そういう生命体がおる可能性があるんで、ねえ、おったらすごいですけどね。まあ、どんな形になってるかも知りたいし、まあ人間的な知的生命体になってるでもなってない可能性とは言えないですもんね。ゼロじゃないんで、まあ微生物系かもしれんし、まあでも普通微生物系っぽいっすよね。それが完璧進化して、なんか人間みたいな知的生命体やねんけども、形が全く違う、まあ、そういう形が違う形になってるかもしれないですもんね。ただ水があったっていうのはね、ちょっとね、なんかそういう微生物というのが生命体があるっていうのはね、あるかもしれないっていうの、ちょっとね、まあ、僕も宇宙とか好きなんで、だからちょっとこれは本当に水があるっていうのはちょっとね、なんか嬉しいですね。 で、これで本当にね、おるかどうかって見てみたいですよね、ほんまに。実際ね、そういう生命体がおるっていうのが明らかになったらすごいことですけどね、ほんまに。そしたら、以上です。竹野一人朝礼ですか。昨日はちょっと忙しくて何もできなかったですね。まあ今日は、リストールの改善と、ブログ、あ、昨日ブログの改善だけできたかな。ブログの改善だけできたんで、ブログの改善だけですね。で、今日は、リストールの改善と、ブログを作る動画の準備、マーケティング戦略の実践と改善、ファン戦略の実践と改善をしたいと思います。以上、竹野一人朝礼でした。